ガリシア州内の1メースは、スペイン、ガリシア州、ポンテベドラ県の自治体、コマルカ・ド・サルネスに属する。ガリシア統計局によれば、2014年の人口は5033人。住民呼称は、メーセの A、または、男女同系のメーセンセ。ガリシア語話者の自治体住民に占める割合は 69.12%。メースは、ポンテベドラ県の北西部に位置し、コマルカ・ド・サルネスに属する。北は、ビラノーバでアロウサとポルタスと、東は、バーロと、ポンテベドラと、南は、ポヨと、メアーニョと、西は、リバドゥミアの各自治体と隣接する。自治体の中心地区は、ノゲーラ教区のオモステーロ地区。メースは、カンバードス司法管轄区に属す。カストローベ山には、カストロ文化の遺跡が残されており、またオテーロ・デ・クリーボでは、ペトログリフが発見されている。アルメンテーラ修道院は12世紀の建造で、付属の教会は16世紀から18世紀の間に再建されたものである。サンタマリーア・デ・ノゲーラ礼拝堂は修道院の所有であった。サン・マルティーニョ・デ・メースとサン・サルバドールの両教会は12世紀に建築されたもので、また、パラデーラ教会にはロマネスク様式の後陣が今に伝えられている。サントトメ教会には16世紀のフレスコ画が、ノゲーラ教会には石の祭壇が残されている。また、パラデーラ教区には、セニョランスの館、ポンペアンの館、キンタンスの館の3つの館があり、アーチと一体になった古い水車がある。自治体首長は、ガリシア国民党のホセルイス・ペレス・エステベス。自治体評議員は、ガリシア国民党、9、ガリシア社会党、3、ガリシア民族主義ブロック、1となっている。メースには、バーロとサンシェンショを結ぶ自動車道サルネス線、AG-41、あるいは、メースとカンバードスを結ぶ、地域道路 PO-300 で行くことができる。メースは7の教区に分けられている。太字は、自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。